ここは夢？誰かの記憶、私の心に流れ込んで。ルシフェル様、いらしていたんですね。サンダルフォン、何か変わりはないか？はい、俺も研究所も変わりありません。ただどうした？また役割のことを考えていたのか？はい、どうしても悩んでしまいます。なぜ俺には未だ役割がないんでしょう。四大元素の均衡しかり、適正異分子の排除しかり、全ての天使には役割があります。あなたの司る進化を支えるための。でも俺は安穏と日々を過ごすばかり。何度も言っているだろう、その件で君が案ずることはないよ。ですが俺もあなたの役に立ちたいんだ。友よ、聞いてもよいか？サンダルフォンについてだ。ああ、随分と奴に目をかけているようだな。他の天使たちが嫉妬しているそうだぞ。君の指示で作ったが、彼の役割は私も知らない。そろそろ教えてもらえるか？彼は何のために生まれてきたのだ？今となっては粗末な話だ。故にお前に、奴はお前のスペアだ。お前の身に何か問題が起き、稼働不能な状態に陥るなどすると、奴が覚醒して一時的な代役を務める。お前が回復するまでのつなぎ要員だな。スペア？一時的な代役？だが結果的に言えば杞憂だったよ。お前は私の想像をはるかに超えていた。問題など起きようもない思考の存在だ。サンダルフォンは何の役にも立たん。あの不要品は適当な時期に廃棄する。お前の愛玩用として飼ってもいいがな。ああ、そんなことより新たな検体がある。深区画に来い。お前の意見を聞きたい。わかった。不要品、ルシフェルさんのつなぎ、何の役にも立たない。嘘だ。じゃあ俺の存在意義は一体？ここは私どうして？ごきげんよう。君は気を失っていたんだよ。あなたは？コーヒーは飲めるか？悪いが砂糖はないぞ。いいです。それよりここで何を？俺たちが作られた場所だ。かつて星の民の研究所があった。だが青の少女か。まさかこんな姿形をしていたとは。姿形？私のことを知ってるんですか？君よりは。だが創世神の思惑など俺には関係のないことだ。もうじき空と星の物語が終わり、天の世界の新たな神話が紡がれる。そんなこと、私たちの物語は終わりません。彼女はとってもとっても強いんです。どんなに苦しい時でも、どんなに悲しい時でも、たった一言でみんなの心を変えて、私も何度も励まされました。ずっと励まされてきました。彼女はすごいんです。あなたの思い通りにはさせません。だが奴は来る。俺の思惑通り。まあいいさ、ではまた後で。泣きませんよ。ルリアちゃん。ロセッタさん。安心して、もうちょっとの辛抱よ。